で、これで、もうこれで追いつけるんですよ。これがもうやばすぎて、ひたすら帝王回す作戦が最強すぎて、うい、これ、ガチで強い。やばい。帝王でガードするから来てくれ。俺が守る、俺が守る。誰も守ってない。ちょっと悲しすぎるキリトなんだけど、俺がアスナを守るっつって、アスナどっか行っちゃった。あやばいですけども、待望のアップデートが来たということで、今日はね、黒デコを使っていこうかと思います。今、みんなね、メガホン最強じゃんって思ってるじゃん。もう俺もそう思ってた。なんならさっきまでパブロの動画撮ってたんだけど、違ったわ。帝王だわ、これ。あのね、今、めちゃめちゃ YouTuber ギアしてるの、正直。スペ強めっちゃ、スペゾーめっちゃ、みたいなギアしてんだけど、それが強すぎた。なんかね、やばかったわ。一生帝王が飛んでくるゲームになってる。これ、早い。おお、なんだこれ。なんかね、チャージ中は別に移動速度変わってないんだけど、伸びてそうな顔してるよね。実際は伸びてないと思うけど、チャージ中ってあれだよね。溜めてウィーンって移動してるところがチャージ判定だよね。だから普通に移動してるところの移動速度が何パー ?14 パーぐらいアップしたらしいんだけど、なんかね、もうそれだけでも強い。あ、で、何が強くなったって、重量級あるじゃん。このゲームって重量級っていうのがあるんですけど、X とかハイドラとか。そこら辺の武器がイカ速を積まないともう追いつかれるっていう重量級可愛さアップで、リッターとかにもうイカ速積んでないそういう奴らは追いつけるっていうアップデートになっちまったんだよ。なんなら中量級も同じ速さかな、イカ速積んでなかったら。で、これで、もうこれで追いつけるんですよ。これがもうやばすぎて、ひたすら帝王回す作戦が最強すぎて、うい、これガチで強い。やばい。やばすぎる。メガホンとかもう目じゃない、もう鼻でもないね、耳だね。これ本当に最強なんで、やってみてほしい。結構ネタギアかって思うけど、スペゾースペキを積んどくだけでいいかもしれん。今の手よいか。黒デコとか。いや、最強すぎて。うわ、まあ、ウルショーこっちにやってくるよね。なんだ、いけるか。いや、おしおしおし。なんで、ちょっとね、使われたんだよ。なんならさっきハイドラの動画撮ってたんだけど、ハイドラ使ってる時に、相手帝王2枚いた時、何もできなかった。すごい地獄だったんだよね。そういうことがあって、まあ今、帝王、めちゃめちゃ帝王作戦やってる。まあ真似したわけですけど、思った5倍強かった。いや、強烈強いな。エスブラ君も強化入りましたね。インク消費量がどうたらかったら。まだ結局ね、エスブラのね、足かせがあるんですよ。サメライドっていう。ライドしてな、ライドしてんのはね、足かせなんだよ。重すぎる。そのせいでサメが弱い。さあこれ、帝王溜まるよ。こうなったら、特に矛とかね、手をいか強い。もともと黒強かったんで。あー、オロロイ、ナイス。もう、俺入りました。こうなったら、手をいかで。はい、これ詰めて。行くぞ。なんなら、雑履きしてもいい。すぐに溜まりますからね、手をいか。ここで、はい、これで行く。で、道を、ここ、今いたね。はい、見えましたよ。で、はい。これ、やばいよね。爽快なんだけど。で、ここで強ポジ取って、シンプルに、もう黒メインが強いから、こうやってメイン勝つ。やーばい。で、一発、あいつ。はい、オールレイ勝ったかな。強すぎない、これどう。さあ、スメーシーということで、相手5人いるね。5人も本当に強いと思う。メガホンが強化に入ったことによって、今ね、ガロン強そう。両方、黒も5人も。寿司をね、やっぱシールドでメタレっていうのがでかい。なんで、今、これからなんかガロンの時代になりそうな気がしてる。さ、この裏取り。このね、相手がさ、全然濡れてないじゃん、今。その時に吐く手をがね、めちゃめちゃ強い。だから初動とか正直もうほこ割んないで、手を溜めていった方がいい。相手逃げる場所ないからね、初動とか。塗る場所ないんで、濡れてる場所がないんで。逃げ道がないという、そこを詰める。こういうことよ。もう、悠長に溜めます。もう、パッ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 パーって溜めときます。はい、ペッペッペッペ、これ絶対後ろ来る。絶対来るよな。溜まります。いや、スペゾー、これ必須だわ。ガッツ。ここのやつ、逃げられーの。はい、どうも、こんにちは。はい、これ、やってくれ。いや、強っ。もう、黒がね、手を吐きまくる武器になっちゃった。まあ、バレルとかでもいいんだけどさ、バレルってスペゾー積む枠ないじゃん。ギア枠がないんだけど、一番ギア枠自由なのって黒だと思うんだよ。あとなんだっけ?ロラコラとお風呂か。うん、そうだね。黒が一番なんか自由な気がするんで、もうこの作戦するんだったら黒だね。いやー、さすがに、こんな強いとは思ってなかった。もう溜まるかんね、これ。で、もう、矛持ちをね、帝王で追っかけてたら何もできない。矛とか特にイカ速遅いから追いつけるんだよね。まあ、こっちを先にやります。オッケー。で、帝王終わりからの、来るかな?はい、ポンポンって。普通にメイン強いからね。黒とか言うとき。
この小僧メイン強い。メインが強いんじゃ。もうただただ強い。はい、塗っといて。塗り、意外に強いな。なんか、弱くはないよ。塗りにくいけど。あと、インコ率悪いからってのもあるけど。はい。これはやばいわ。始まってる。いや、終わってるわ、スプラトゥーン。これ、なかなか、これ、帝王関係になると思うわ。来いよ、お前。おい、なんだあいつ。いや、あっちやろ。待って、持っちゃった、気まずい。やばい。何その連携。ディスコードで通話してる、お前ら。ガロンいるね。ガロンいますけど、こっちから3まで進めてるから、ここに持ってくるまでに俺がね、また帝王がたまりそう。やば、まずい。当たんね、当たんね。ちょ、ランスでも。この武器の悪いとこ出た。乱数が、うんだけ、お祈り。マジで、今年大吉を引いた人じゃないと思っちゃダメ。ちょ、浅草行きたい。浅草ショット。まずい、ちょっと待って。浅草ウーショってる。おかちまち帝王です、どうも。はい、こうやって、行って、ここら辺いないから。これでクリアリングするっていうね。裏いそう。いるね。やってくれるか。ありがてえ。もう塗っとく。前でなくていいもん。一生、本当にこの武器ね、なんか、まあ、前線反応も必要だけど、それよりも塗って手を貯めておいて、手を、あれだね、シューティングゲームのボムと同じ。東方とかのボムと同じだよ。なんで、とりあえず持っていけばいい。ないとこうなるんだよね。だとりあえず貯めときたい。貯めて無敵時間を作って、で、矛を無理やり持ってってみたいな。どのルールでも強いけど、特に矛とか強そう。今で矢倉弾かれちゃうから、矛はね、もう、相手にね、押し付ければ勝てるんだよ。もう塗っとく。めちゃめちゃ縄張りバトルってのも俺だけ。ここじゃなかったわ。縄張りやってる。これでいいからな、正直。で、ここシールド置いて、あ、どうも、通行もです。イェイイェイつって。あー、手を溜まりました。どすこいつって。もうこれで終わり。で、開いてきたら、なんかやばそうだったら、まだかな。いや、ここか。もう、矛が一人になった瞬間に、もういじめる。これだけの簡単なゲーム。なんならあいつも届くかな。あ、どうも、ローラー。はい、どすこい。オッケー。いいっすね。環境だいぶ変わりそうではある。まあ、ただ、エナスタが流行ってる限りはめっちゃ流行んないと思う。ここいない？エナスタでご利用されちゃったら、帝王もさすがにきついんで、ガチまではめちゃめちゃ強そう。対抗戦とかになると微妙かな。食い物とは聞こえるんだよね、真下から。あ、そっちか。OK、やった。で、あと、あ、そう。もういるね、いっぱいいる。カーボン？カーボン？なんか食い物と聞こえたんだよ。味方に食い物いないから。どこだ？裏とかいない？いるよね。一生下から食い物と聞こえたんだよ。あ、ナイスやってくれた。あ、どうも、こんにちは。こうなったらね、皆さんお分かりですよね。溜めます。めちゃめちゃ塗ります。こんな。塗り場所ないってもう。全然ないって。はい、溜まりました。オッケー。棒に。いや、矛持ってる。オッケー。矛やろう。はいはい。めちゃめちゃ長いんですよ、この手を。はい、どうも。うわ、味方、オフィンフィンいるやん。いいね。俺もその武器ちょっとね、そろそろ使いてんだよな。強化入ったから、絶対強いでしょ。ダメージ減衰率変わったし、インク効率はいいか、インクロックなくなったから。いや、強いでしょ。で、これね、もう一回手を貯めて、相手が逃げる場所ない時に入っちゃう。衝動の手は最強。これ。あ、二人いるわ。はい、ない。あ、なんか一人判断早いやついる。あの寿司、鬼殺隊だわ。もう、鱗滝に褒められまくってる。あいつ、必殺隊張れるよ。判断早すぎ。もう、矛とか、矛をね、背抜けて、めちゃめちゃ塗ってる。結構、間抜けだけどな、ってること。はいはいはい。ちょっと待ったな。溜まるまで。俺が溜まったら、もう無双モード入れるんだけど。いる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 。ナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。あ、なんならこれさ、もう、手をで矛割るわ。割と矛割り早いんよ。ほら。ほら、割れるんよね。わかった。ナイス。さあ、ということで、相手、エナスタ2枚なんで、この編成に勝てれば、このね、スペシャル黒でこう、本物じゃない？めちゃめちゃエナスタでご利用されるけど、それを裁ききれるかどうかっていう。まあ、逆に、エナスタ吐かされる前に、俺がもう吐くわ。これ待ちなさい。いくぞ。とりあえず、危ね！ホッコ、逃げとる。いるよ、なんかいた。で、ホッコも、やれるかな？オッケー、オッケー、よしよしよし。いいね。で、そこら辺いる。誰もいんな。さあ、こっちもいる。お一発やるった。ダイナモは、まあ、このエナスタでご利用されるのがちょっとね、黒デッコ的にはきついんだよね。やっぱ、弾数少ないから、さばききれないというか、乱数もあるしね。シューターって打ち続けると、なんか弾ぶれるんだけど、打ち続けることになっちゃうから、エナスタが多いと。
お前どこ行くんだ、どこ行くんだ、世界一周旅行してるのお前。オーケー、長い、頭でかい俺、そりゃそうじゃ。はい、で正面あそこのやつやれないな、飛んでる。ボールド受け身かやれないか、まあ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 、危ない、ちょとんでもねえ、うるしょだな。もう一回溜まる、なんなら手を溜まってから行きたいよね、なんなら。いるいる、そこまだい、え帰った、え見えんかった、あいつステルス帰りしてるやん、あいつ。 OK 一発で、あどこだ、いやそいつやれろ、登らないでください。はい、いや早い、ただいや、ここにいるやつをなんとか、どっか行かれたね。でこのね、いやシールドで避けれるんだよな、ニュールション。まあ復帰でリードはされるね、3しか進んでないもんな、こっち。ほっこ置かれそうな顔をしてる、止めで、ね、あっ、ちょっと怖っ怖っ怖っ、あぶれ、まあ置かれるな。でやって、でこれ、いや強い、ハンコでもこれ前には進めないんじゃないか、なんなら溜まるんで、そこでなんとか矛を戻したい、合流していこう。はい、なんか飛んでる、 OK。 であとどこだ、いや一瞬俺入ったか、いるいる、そいつラスト。こうなったらまあ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 、矛置けてないけど大丈夫、相手そんなにね、エナスターで合流してくるわけじゃないから、なんとかさばききれそうな気がする。届かないんだよな、ちょっと待ってよ、こっからいるいる、あいつどっか行く。右取っちゃった方がいいな、黒。どんどん、ゴリ押した方がいい。右を。オッケー、やっただ。メインも強いからな。ちょっと、スペシャルにこだわりすぎてるかもしれん。ここ。あいつ、ちょっと待って。いや、やるわ。これ、待って、敵が、オッケー、やった。ホッコ持たれてる。ホッコもやれる。よしよしよし。いいね。で、ホッコ、割っといて。オッケー、ホッコのね、爆発もらっていくと。メインで行った方がいいね、これ。黒のメイン強いからな。一発が重いんじゃいい、オゲイ。いいね。リード持っていこう。よし、でか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 。あ、いい。こういうキャンプ。キャンプ、他ルール強え。やったやったやった。スパトリ。そっか。オッケーオッケーオッケー。で、これ、ホッコ終わります。ちょっとね。これ、帝王でガードするから来てくれ。俺が守る、俺が守る。誰も持ってない。ちょっと悲しすぎるキリトなんだけど、俺がアスナを守るっつって、アスナどっか行っちゃった。ちょっと返してくれよ。はい、こいつをやっていく。復帰からのセンサーでけえ。このゲームロングの爆風とセンサーだけはマジででかい。なんか当たってないけど当たっちゃうみたいな、あるあるやな。右はまずメインでまずい、いやこれ大丈夫、買っていく。ちょっとまずそうなんで貯めていきます。このリスの塗り1回だけ使えるから、1回だけ使える、もうスペシャル貯めゾーンなんでね、サメライドとかでね、塗っちゃあかんねえ、あそこは。いや、誰も言ったら OK。これ大丈夫かな、ホコ。これでね、ホコ合流して、あっぶれ、倒せんのか。ホコどこ行った、アイドル OK ないっす。ここら辺もう一個いない、いないか。OK。もう貯めよう。これ、マジで出なくていい、前。めちゃめちゃ貯める。塗る場所、まあ、溜まるか、ギリ。ギリ溜まりまんだから、足元今。大丈夫。よし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 。ここね、なかなか突破しづらいけど、やっぱり合流していけるいけるいける。はい、勝ち、おるや。もう先こっち。ホコ、待って、ホコどこ行った、ホコは、あ、うん、そんな逃げてるみたい。全然見えなかった。あいつ逃げすぎやろ。なんかいる、ごめん。まあ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 、言うて39か。ちょっとやばいのか。大丈夫。潜伏からのキル取ってくれれば。右からか、ホコ。右、ここ右、たまんねえな。いやこれワンチャンメインで持っていくしかない。まずい、危ね、キリたまるか、いや無理か、さすがにの鎌足り無理だな、ちょっとまずい、いやさすがに大丈夫っしょ、これは。あ、負けた。